くつかの山が集まった雲仙岳の中心になる山が普賢岳です。山を登りながら海の景色を見ることができるのも普賢岳トレッキングの醍醐味です。普賢岳に登った時の山頂からの眺めは海と山が近いことがよくわかります。天気がいい日は山頂から阿蘇山や九十が見えますし、時には桜島も見えます。下原半島の地形を見ていただくと胃袋の形をしておりまして、本当に下原半島は九州の胃袋って言われているように食材が豊富です。火山の影響もありましてしっかりした土壌がございますので、そういった中で育つ野菜も種取り野菜ですとか世界的にも有名なお野菜がございますし、海のもの、山のもの、あとお肉ですとかそういったものもブランド牛ですとか豚もありまして、食材には欠かせない場所がこちらの下原半島です。下原半島ですね、食材探しとかじゃなくてよく宝探しって言うんですけど、下原半島宝物がものすごく埋まっていてですね、でその食材をどう生かすかっていうことでこの天ぷらっていう技法が一番その食材を生かせる技法なのかなと思ってこの天ぷらをやり始めました。地面を触ってみましょう。触って。結構暑いでしょ。思った以上に暑かったです。地面ね、こんなに暑かった。結構暑い。昔からの名物で温泉を入れて焼くお菓子の湯煎餅です。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。雲仙のふもとにあるお茶畑で無農薬で育てられています。紅風紀という品種ですが、緑茶として入れております。
地域の方々が利用する共同浴場が雲仙のこの温泉街の中にもたくさんございまして、温泉を一般の方のところに引くことはちょっと難しいので、共同浴場が地域ごとにございまして、皆様そちらに行かれて地域のコミュニティでそこで集まっていろんなお話をしてっていうのがもう日常になっているのがこの雲仙地区です。